こんばんは。あざす。何打ったん？まあ、負けたよね、そりゃ。1パチとか打って、1万とか。こんばんはって。お前ら、やばいんだが。皮膚科に行ったんだが。そしたら、あれなんだわって。こら、皮膚じゃないなって。神経やねって。神経って。そんなメガテンみたいなことあるって。ちょ、紹介状出すけん。ちょ、でかいとこで見てもらった方がいいんちゃうって。ほんまって。県病院紹介するけん。一等見って。はぁって。怖いよって。MMO? 何やった ?MRI? もう予約取ってもらったけんって。行きんさいって言われたんだが。紹介状あかん。やばいこれ。もう嫌なんだが。さよなら。最終回。嘘やろ終わったの。マジで今までありがとう。待てって見捨てるな、俺を。ちゃんと見てもらえ。まあ、見るけど。怖いんだが。助けて恥の多い一生。もうこうなったら俺も最後の晩餐するで。削って、いや分からん。まあとりあえず見てもらうことにするわ。安心が欲しいからな俺も。葬式行くから。助けて近寄ろとみんな言ったのに、今麦茶飲んでますやん俺。ご飯もそれなりのもんに仕えたけん見てほしいんだ。その俺の決意を。マジ遅い。19日になりますって。それなりとは。それこれになりますって。っ遅すぎたんだ。今さら節制しても無駄よ。そうやな。いつものじゃないか。だってもうこれしかねえもんよ。でも生コッペパンとか結構あれじゃない。野菜はない。チャーハン。カレーとかお前もう一回作ったけんな、俺。残念ながら。あざす。で、あるもんもないし。どうすりゃいいん、俺これ。なお、洗いもんはX に載せていいですか俺の。今度はコクマロ一辺倒のやつです。明日だぞって。もうそれなって。あとあれを見つけたんだが、俺イオシで見てもらっていいか。違和感を感じてくれ。これをどう思う？カレーな。すごくすごいですって。USA。 いや、タッツ兄じゃないこれ。ここにおるん見える。すごく USA の後ろ。こんばんは。たっちゃん人形じゃないんこれ。
たっちゃん漬けのやつや。えぇ、ー、って。そんなんあるんだって。そっちのたつ、そう、梅宮の。たっちゃん人形ってあっただろう、昔。ああ、そっちねって。後ろ姿。俺ビビったんだわ。くぐったら、そうやろ？エプロンつけとるじゃろ？このカレーはもったり系カレーよ。野菜は切ってもらったもんよ、結局。野ざらしの立つに昔店があったのかもしれんな、もしかしたら。意外が伝染、どうなんだろうね。伝染が怖い。いや、そんなんよりもよ。俺は自分の体が怖い。なってからこうなるんだよな。病院行った、行った。行った結果がこれ。神経弾これ、液体窒素弾、自業自得な。お、それなって、まだ痛い。いや、なんかな、こう感覚が薄いというか、なんというかって、小指は痛いし炎症を起こしとるって感じですかね。違和感ずっと立っとったら、なんかこう熱くなるというか。エシニキ切断って言うなって、歩けるから畜生。痛風なのでは。痛くないもん、でもそんな痛風やったらお前耐えれんレベルの痛さなんちゃうん。耐えれてるんだが。もう遅いんだよ。ヘルニア。ヘルニア！それってあれじゃないんですか？腰とかじゃないんですかって。だから注意してたのに。どうやったら治るん？もう治らん。ハゲニア。くぅ！バカが！別の病院で。いや、やけん、前行った病院がしょぼすぎたけん、今度は大丈夫じゃ。県病院やけん。ちゃんと隅々まで見てもらえるはずだって。セカンドオピニオンした結果やろ。俺はもう信じとるけん、あの、皮膚科のダンディ親父を。生意気にもって、もう行くで、俺は。もの言わせて。セカンドオピニオンと言わん俺は。サードオピニオン、フォースオピニオンもあるで。全身見てもらおう。あのなんか機械に入ったら全身見てもらえるやろ。じゃあそれで。オピニオンの意味知ってる？わかんない。人間ドックやったことない。多分ボロボロよ。たちまちファイナルオピニオン酒、タバコ、ポテチやめて、週2で運動そま。バリウムは飲んだこと何回もあるよ。もうバリウムじゃあなあ、いかんのよ多分もう。これオピニオンは知らない。オピニオンとは何ぞや。オピニオンの意味を教えていただきたい。オニオン。ダンベル。旗。
肩も痛いよなんで刺繍型も。意見、意見とか見解、意見セカオピサードオピこんばんは。どうしたらいい俺は。こっからやっぱ運動せんのがいかんのか。オピオピしてきた。筋トレ、いやいや、もう筋トレなんかしたらそれこそお前悪化するわこれ。まず食生活だ。やっぱり心当たりがありすぎるわ。でも最後の晩餐ぐらいしてもええやろ俺も。19日までに太く短くいこう。ファミコン世界大戦のランキング確認しよう。あ、まあとりあえずそれやってみましょうか。最後かもしれないだろって。キッカーを持て。持っとる俺はもう。現実逃避。余命40年、40年もあったら本当ありがてえわ。1週間終わった、俺はどうだって。何位とか見れるのこれ。